チャオ、あっちゃんです。今日8月の21日火曜日、もう夏休みもね、あともう少しになってきて、お昼ご飯も作る日もね、また減ってくるんで、なんか食べてもあるってリクエストしたら、リクエスト聞いたら、下はカレー、上はお好み焼き。違うもん作りましょう、リクエストに答えましょうということで、とりあえず下はね、タッポンカレー、視聴者さんから送ってくれた会津地鶏のカレー、これね、美味しかった。前あっちゃんもいただいてね、美味しかった。これがもう一つあったんで作ってあげましょう。よいしょ、よいしょ。まずこれをね、カレーをお皿に盛ってレンチン。はい、まずこれレンチンしていきます。キャベツを小さめに切ります。あっちゃん結構粗い目に切ってね、キャベツの食感を楽しむんやけど、キャベツは硬いのが嫌やって言うからね。これができた。やっていただけないと。ちょっと待ってね。カレーができたので持っていってあげましょう。はい。キャベツをね、細かく切っていきます。これを細かい目にしてね、キャベツをここに入れて、まっちゃんもね、お好み食べたけど昨日食べたからね、今日は上の子だけお好みです。で、お好み粉、お好み粉をで、スプーンでね、空気を入れながら混ぜていくんですけど、水、水をね、あまり入れちゃうと大きめになるんで、ちょっと少ないかな。はい、粉がちゃんと混ぜる。これね、混ぜすぎてもわかんないけど、中にこうやって
切るように空気を入れるの。ほんならお好みがふわっとなんねって、お好み屋のおばちゃんに教えてもらって。油が入らないかな、今回は普通におとなしく
してください皆さん。完成。これで、向こうで、かつお節かけたら完成です。はい、という感じで、子供ちゃんのご飯2種類作りました。で、この後ね、またあっちゃんのも作って、お昼ご飯したいと思います。またね、バイバイ。子供ちゃんのご飯2種類、良かったよと思ってくれたら高評価を、で、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。